どうも菅大地です。ということで我々今アメリカジョージア州かな、ここオーガスタナショナルゴルフクラブではマスターズ3日目行われております。土曜日です。そしてその横にありますオーガスタカントリークラブというところに、今日は来ております。1899年開業っていうのかな、日本で一番古いゴルフ場とされてます神戸ゴルフクラブは1903年ですから、それも前にできて、そしてここでボビー・ジョーンズさんがですね、プロのトーナメントをやろうということで、そのトーナメントをやるためにオーガスタナショナルゴルフクラブを作ったという非常にこう伝統歴史あるゴルフ場でございます。見てください、この素晴らしいクラブハウス雰囲気もめちゃくちゃ綺麗で、今ねプレーを終わったところなんですけど、朝はあの練習場のところでちょっとストレッチしてくれるなんかサービスがで、この素晴らしいコースを今日はね回らせていただきますということで、今日回って午後から、土曜日のマスターズを見に行くという、ゴルフしてマスターズ見に行くってよくわからないんですけど、そんな素晴らしいですね、我々のゴルフはどうでもいいですから、本当素晴らしい景色、ゴルフ場をご覧いただければと思います。よろしくお願いします。410ヤードパー4、前の組がいないですよね、これね。え、建物方向あれどうす、行ったって。おー、いいよ、左サイドから素晴らしい。158、はい、あー、スライスしない、だから逆行ってる、逆行ってるよ。126、8番、126ヤード8番アイアン、だいぶアゲンスト来てます。うわー素晴らしい弾道です、これは。あー、パーフェクト。このステーションであのピン左打ってくるのもすごい、通天閣ショットや。ああ、俺取れるよこれ。ああ、飛びすぎてる。さあバディパットです。ナイスタッチパワー、ナイスパワー。わあ、なんでそんな落ちてこないの。マスターズからの歓声が聞こえるの。おお、引っ掛けた。オッケー、ダブルボギー。次はパー3でございます。ロベルト・テイラー・ジョーンズ・ジュニア・ホールインワン、1932年、すごい昔に作られたこのプレートですね、これは。さあパー3です。138ヤード、打ち上げ10ヤードあります。ピンしかも多分左手前っぽい難しいピン。おー、センター狙っていい感じよ、これは。手前だね、ちょい手前。お、ちょっと似てたぞ今。ちょっとシェフラっぽかった、似てた、乗ったね、ナイス。さあピッチングかな、これアプローチ、いいヒットです。早いです、グリーンがとてつもなく早いです。すごい歓声が聞こえるよ、マスターズのね歓声が聞こえてくるね。おい、届いて、あかんて。オッケー。おい、今ね打った瞬間にあの多分12番のスタンドのあたりから一気に歓声が聞こえてきたっていう。パパッ
伸びろ伸びろ伸びろ、切れて、わー切れない。 OK、 はーい、ボギー。495ヤードです。打ち下ろしで落ちどころがちょっと見えない。ナイスショット。 Thank you。 真ん中いた。ちょっと左だけど、ちょっと左だけど大丈夫そうだね。素晴らしい素晴らしい素晴らしい。208ヤード、4番左、グリーン左側、この辺かな。バンカーは越えた。70ヤード、深いバンカーを越えていきます。おっと、これは深いバンカーです。砂砂、見え方がね、すごい嫌な感じだからね。打ってきた。いや、これナイスアウトだ。すごくナイスアウトだ。これはこっちも深いバンカーがあって、あっちも深いバンカーがあって、私のボールはとてもオーバーしております。排水溝の横に落として、もう一回いきます。ハイパーガッツパーパーパッツ。おお、しっかり打ち着いた。これはナイス。はい、350ヤード。外人っぽい打ち方したいな。なんかナイス、ナイスワンタッチ。エイド。マックスホマーに見えてきた。タグミ君が。おー、いいよ。ちょっと左。おー、バンカー避けて、うん、ラフ。はい。オーガスタっぽいところについてます。あー、ちょっと下入った。どう。いや、全然ダフってます。ちょっと待つです。オーガスタナショナルの3番みたいなホールだね。ほう、距離が短いけど打ち上げで難しい。65。うん、いいんじゃないですか。ありがとうございます。あのピン位置でも寄せんの無理じゃない。ピンめっちゃ手前。ゴー。あー、3番みたいな感じ。オーガスタナショナルの3番みたいな。意外と止まるね。うまい。うわー、ちょっと上りの分。おう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 。届いてない。 OK。 おー、いい転がり。あたたた、ちょっとやりすぎてます。それ入れられるからすごいよな。素晴らしい。
はい、370ヤードでございます。あとね2ホールになりました。300ヤードのところにちょうどバンカーがねありますので、いい当たりすると下っていくんで入りますね。左右広い。バンカーまっしぐら、バンカー方面。おお、バンカー越えましたね。いい当たりしました今。あと2ホール終わったらこれマスターズ見に行くっていう謎の行動ですよね。本当ゴルフしてマスターズ見に行くっていう。たくみくんのヒゲもちょっとずつちょっとアメリカンになってきたね。そうよ。ああいいよ、左広いよ。こっちの方向ね。問題なし、うん、ノープログラム。さあ結構左から打ち上げやっぱり強くなります。10ヤードくらい打ち上げてる。100ヤード残り。こっからはもうグリーン面の具の字も見えない。さあ距離感大事です。どうだこれ、手前はバンカー。おーグリーン面、うん、グリーン面一体もう何も見えません。50ヤードはい、50ヤード。わー全然飛んでないわこれ。わー行った、あ行ってる行ってる行ってる。すっぽ抜けましたね。さあ匠先生はちょっとオーバーしてました。ピッチングを使ってのアプローチ、これ非常にいい距離感ですね。最後一転がりあります。伸びる。そして意外といく。ナイス。もおおちょっとなんかフック気味、トトトトト抜けたね。トトトトどんまいです。おい最終ホールです。おい最終ホール。やりすぎやりすぎ。ナイス。右サイ。ああいいとこいいとこいいとこ。悪くない。ライサイ。いやーこのクラブハウスが本当に何とも言えない美しさですね。完璧ー。このバンカーの裏側くらいに回っていくかな。どうだ。うん。バンカー裏。ナイス。94、はい、94ヤード。サンドウェッジ。サンドウェッジ。右目か。なんとも言えない感じ。90ヤードくらい。うん。止めない雰囲気ですよ本当に。このクラブハウスいい音。ちょっと左どこ飛んでんねん。さあ少し距離のあるバーディーパット、スライスラインに見えます。いいよ、カモン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 。おい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 、ナイスパーでした。ありがとうございます。うわー超まっすぐ。うん、すありがとうございました。いやすごいところだったよ本当に。この後土曜日のマスターズをね見に行くということで、いや皆さんもぜひ機会があったらね待ってみてほしいコースの一つでございます。本当にありがとうございました。